女の子らしい。まあ、何でもいい。はい。いきます。いや。はい、で、これ蹴ってね、もうね。あ、近すぎる。まだ。いきます、オープニング9。オープニング9。よーい。はい。ありがとう。おっしゃ。いきますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、いきます、オープニング9、よーい、はい。あ、カット。はい、いきます、はい、オープニング9、よーい、はい。早い、場所バッチリだから。だからなるべく意識してこう下から上取るような感じね。あ、はい。ここで夕日に混ざってカシャッと取れるような感じで、うまく。まあ夕日まで行かなくてもいいけど、先ぐらいで。あ、はい、わかりました。いきます。オープニング9。よーい。はい。ありがとう。いいですね。はい。うん、もうちょっと離れて。はい、全体映す、全体映す、はい、遠すぎる。ああ、じゃあいいや、もっともっと前行っちゃった方がいい、極端に、はい、逆に。あ、そんぐらいそんぐらいそんぐらい、はい、うん、いいよ、いきます、OK、はい、あ、車来た、おー、行こう、そう、はい、あっこさん、よーいで走ってきちゃってもうん、よーい、よーいって、もうだからお前、手際よく言ってやってね、はい、よーい、スタートでもすぐ行っちゃって、はい、終わりました。よーい、スタートにスタート開けないで、はい、もうよーいしたときに走らせるからね、はい、終わりました。また、スタートですぐ行っちゃっていいですか、杉山はスタートで走る、あ、はい、杉山はスタート、はい、俺の歌を何間違えてるんだ、ベストイン G サイド、ね、G サイド、で、最後、半端じゃない伝説で、半端じゃないです、で、伝説の街の時、あーはははは、違う、これ大丈夫でしょ、これ使えるでしょ、あ、大丈夫です、いきます、はい、オープニング10。よーい、はい。おでんがおいしい、聞こえ素敵な、ウェイクアップにベストイン、あ、違う、エスパス、エスパス、ウェイクアップに G サイド、あ、違う、エスパスだったの、ウェイクアップにエスパルス、半端じゃない伝説の街、あ、違う、エスパルスター、違う、ウェイクアップに、ありがとう、オーケー、取らないでよ、あ、終わりました、ね、はい、ストーンさんも動くんですか、動くですか、はい、動いてよ、お前も、あ、僕も歩くすもんね、そうそうそう、わかりました、はい、了解です、で、一回だからその立ち止まった時に止まる感じ、リュウジも、はい、合わせる感じで、あ、あ、そうです、はい、わ、はい、かりました、はい、いきます、オープニング11、よーい、はい、はあ、あれ、アキラちゃんだよ、おい、アキラ、おい、ありがとう、力込めて、はい、いきます、オープニング14、よーい、はい、だってお前、半端言って半端な思いしたね、だから独身には騙されるなっつっただろう、うわありがとう、分かってるよっていうのは心の中では本当は分かってない、面倒くせえから、いちいちうるせえな、分かってねえんだよって気持ちで言って、ね、分かってるよって信じてる感じ分かってるよって、なんかあの長さんの言い方と理解してる感じだろ、分かってるよって、で逆にね、はい、だから言ってることはもちろんごもっともですってことで分かってるよって意味じゃなくて、全然話聞いてなくていちいちうるせえなっていう意味の社交辞令で分かってるって言ってる、そう言ってとりあえずね、その気持ちで言ってみる、オッケー、次だ、次大丈夫、はい、ここはあ、大丈夫です、はい、飯ばっかり一番に食い合う、最後、はい、おっしゃ、言います、新1の3の1、よーい、あ、そうだ、飯だけは一番に食い合う、あ、飯だけは一番、はい、おっしゃ、言います、新1の3の1、よーい、はい、お前もいい加減早く仕事見つけろよ、
いつも何の話見てんだ。いちいち詮索したくないが、お前が今一番見なきゃいけないのはボームネットだろ。わかってるよ。飯だけ一番行くよ。って行ってこら。いらっしゃい。ありがとう、はい、いきます。シーン1の5の1。ちょっと待って、もうちょっと下でいいね。下から上に撮る感じ。下から上に撮る感じ。これもちょっと下選んでるの。あ、これですか。うん、その感じだね。はい、もうちょっと下でもいい。でもうちょっと離して少し若干。そう、なぜかというと、これ要するにバックの景色を入れるってことよ。はい、分かるだろ。はい、分かります。よっしゃ、じゃあいきます。はい、シーン1の7の3。あ、ちょっと待って、じゃあちょっとアッコさん目線になるな、これな。はい、これアッコさん目線です。アッコさん目線の時にちょっとまだ交換書いてるんですよ。はい、こんな感じで、そう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 。で、つながり的に言うと、この張さんがびっくりしたわけでしょ、これ、後で。そうですね、はい。要するにそのうわ、びっくりしたってなるでしょ。はい。で、1個ずつちゃんとメインってことだ、はい、携帯投げるの、引っ張ってくのもってこと、はい、よいしょ。じゃあ行きます。はい、シーン1の13の1。用意。はい、ありがとう。はい、行きます。シーン1の13の2。用意。はい、ありがとう。うん、すっ飛んでね。はい、うん、飛び方 OK だから、あれでぴったり、あれでもう OK だから、うん、はい、いきます。シーン1の13の2。用意。はい、ありがとう。カメラ目線なしで、絶対ね、これで行こう。見るで、調査はね、結構ね、疲れたかもしれないですね。いきます。シーン2の2の2。後ろ人いる。あ、いいよ。いきます。シーン2の2の2。用意。はい、ありがとう。セリフなしでいいですか。あ、セリフなしで大丈夫です。もっと強くで、もっと強くって感じ、ま、そう、そこは自然な感じでお願いします。ね、あ、そうそうそう、いいよ。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、いきます。シーン3の3。用意。はい、あ、ごめんなさい。じゃあね、どうすかね、次キックねって言って、やって始めて、とりあえず次キックねって、今パンチが終わった感じして、じゃあ次後ろ、後ろの、あの、はい、あ、そうそうそう、リアルに、リアルパンチがもうカメラのところに行ってるって言ってる。了解です。いきます。ちょっと待って、いや、寄りすぎ寄りすぎ、もっと話して、もっと話して、そう、 OK、 いいよ、やってみて。はい、いきます。シーン3の4の2。用意。はい、左左、左、右。あ、ちょっとカットカット、ごめん、ダメ、全然ダメです。ちょっとこれちょっと君にやってね。はい、了解です。いきます。シーン3の4の2。用意。はい、左、左、左、右、左、左、右、ちゃんと持ってよ。いくよ、左、左、左、右、
ちゃんと足動かせよ。はい、こちらが、ダメダメ親父、慎太郎役こと杉谷です。杉谷です。どうでした？すごい。ゲリラ監督、最終話ですよね、はい、今日はですね、ちょっと、まあ、違う形で、まあ、することになって、すごい、まあ、勉強になって、本当に有意義な撮影になったと思います、ね。おなんか新しい風が入ってきて、なんかすごいやりがいがあったっていうか、なんか結構体力使うシーンがあって、まあ疲れたんですけども、だけどまあなんかすらすらしい疲れといいますか、なんか気持ちいい疲れっていうか、なんか疲れを感じさせないっていうか、ほんとすごい有意義な時間を今日は過ごさせてもらって、ほんと今日は感謝してますね。あね、今まで本当お疲れ様でした。いえいえ、お疲れ様でした。はい、疲れてます。また今後もね、もっとクオリティ上げた、いい作品を、作っていきたいんで、ね、僕自身も本当いろいろ、まあ、自分磨きっていうか、本当演技力磨いて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次はあれですもんね、ショートドラマで街中海パン野郎っていう作品作りますもんね。あ、そうですか。街中を、ブリーフ型の海パンで突っ走るっていうね。ですか。はい、まあ、働いてる人は何でもやりますんで、頑張ってやります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、で、こちらが、ね、ゲリラ家族長谷家主演の、愛子役の、森山明子さんだ。はい、森山明子さんです。島役です。そこに、そしているのは、いや、ゆなちゃん逃げちゃった。いやーね、お疲れ様でした。どうですか、初の主演作品。振られましたね。連続物の主演作品はどうでした？面白かったですか？面白かったですね。多分すごいプレッシャーとかあると思うけど、まあ、まあ、次回あれですよね、お酒で全てを忘れる女っていう作品を作るんですよね。まあ今後どうですか、今後どうなっていきたいですか。いらっしゃい。いらっしゃい。もっといろんな、あ、はい、マジ役に挑戦したい。いらっしゃい。あと6年翻訳者っていうのを目指したいと思います。お、ぜひ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ、ゲリラ家族長谷家の、アキラ役をやりました、はい、クスマイヤ AKA 長さんです。長さん、何考えてるんですか、今お酒飲みながら。いやー、本当に良かったなって思ってます。あ、本当ですか。どの辺が良かったんですか。いや、最後、最終回まで出れたことが、出れたことが、出れたことが。まあ一応弟役ですからね。そう、まあ今回ちょっとお姉ちゃん出てなかったですけど、一応ね、弟役ですから。そう、実年齢は実際言うとお姉ちゃんの方がね、年が下っていうね。そう、実は言うと長さんの方が年上なのに弟役ですからね。そう、平成6年、うちの妹と同い年ですからね。まあまあ、長さん、今後ね、ちょっとイラストレーターとしてね、ちょっといろんなところにどんどん作品出していきますからね。まあそのちょっと意気込み聞かせてくださいよ、せっかくだし。12月生まれ多いですからね。ね、まあそんな感じでね、ね、ちょっとこれから一緒に頑張っていきましょうね。はい。なんか普通にテクテク歩いてかっこいい？うん。
じゃあさ、かっこよくない。じゃあ、チョンさんとこの前来たあの、ハルくん、どっちがかっこいい？